サミュエル・サイモンズ・サンフォードはアメリカ合衆国のピアニスト、教育者。サンフォードはコネチカット州のブリッジボートに生まれた。彼はニューヨークでピアノをウィリアム・メイスンに支持した。ウィリアムはローウェル・メイスンの息子であり、フランツ・リストやイグナーツもシレスに学んだ人物である。次にサンフォードはパリへと赴き、アルフレッド・ジャイル、ルイ・プレディ、テオドール・リッター、エド・アル・バティストラに支持した。 1869年にはアントン・ルビンシュテインと知り合い、後にルビンシュテインからも教えを受けている。1872年から1873年にはルビンシュテインと共にアメリカでの初の演奏旅行を行った。イグナツ・ィ・パデレフスキはサンフォードを自らが知る中で最も音楽的才能に恵まれた人物だと評したこともあり、 サンフォードの演奏を聴いてからオクターブの演奏法を変更している。サンフォードは、ウォルター、フランクのダムロッシュ兄弟とセイオド・アトマスを通じて、エドワード・エルガーの音楽にアメリカの聴衆の関心を引きつける役割を果たした。彼は1905年に、エルガーがイエール大学の名誉博士号を得るにあたって、主要な役割を果たした。6月28日に行われた授与式では、 イフル堂々第一番が演奏され、卒業式において高貴な専門職にふさわしい音楽が演奏される伝統につながった。後に、エルガーは女装とアレグロンオーパス47をサンフォードに献じて彼に返礼を行っている。1894年に音楽理論の教授となったホレーショパーカーと共に、サンフォードは応用音楽専攻でイエール大学音楽学部の教授となった。 イエール大学に勤めた16年間、彼は十分裕福だという理由で、一切の給与の受け取りを拒否した。サンフォードは、長い闘病の末、1910年1月6日に、この世を去った。1972年から、イエール大学は、名が知れた演奏家や優れた音楽の専門家を称するため、サミュエル・サイモンズ・サンフォードメダルを設けた。受賞者には、以下の人物がいる。 ありがとうございます。